スが赤3本ことの原因でしょうね、はい、その1本取ったところ、はい、宮崎選手の面でした。そうですね、早々と出ましたね、出ましたね。これでもう宮崎はもう本当に打たせませんからね、あ今もそうですね、今引っかかりましたけど危ないですよね、3回戦千葉の飯田選手を破ってこの準々決勝進出です。面に飛びましたが旗は動きません。おうですね、今の面なんかもよく宮崎選手が準決勝に進出を果たします。旗は動きません。宮崎は引き技もなかなかいいの持ってますから、はい、来ましたね。赤が上がりました。赤3本宮崎1本。それにしても宮崎選手の今の面ですが、引き面決勝進出、白川選手と宮崎選手ともに6段。あ、小川です。はい、白川選手と宮崎選手の感想を聞いてきたんですけれども、横綱ですから胸を借りるつもりでぶつかるだけです。本当に嬉しいですとのことです。宮崎選手もなかなか積極的ですね。今のさあ白が2本、はい、3本になりました。よく攻めてますね、宮崎選手はですね、1本取ってからでもですね、よく自分の技を出してますね、はい、行きました。白3本、はい、宮崎優勝です。対する白川選手との対戦で早々と面が出ました。これですね、そうです、相手 の, けんあの市内を出場初優勝、宮崎正弘六段。右が神奈川の宮崎正弘連士六段、左東京佐藤勝信連士七段です。しかしこの佐藤相手のこの準々決勝ですけど、はい、あと銅は固定ですね、固定ですか、かです2連覇をかける宮崎、左側白。さあ2回目の延長、今の面は踏み込んだ、簡単にはできません。今のその小手を見ていただきましょう。あー、いってますね、はい、宮崎はあれがあるわけですね、はい、あの面と面はこれは不十分、うん、で、宮崎、うん、面はこれはダメ、応じて打ってるんですが、これは効かないわけですね。また打った、どっちもああいう風にして、また、はい、これで両者合計14分間戦っていることになります。今日見せた宮崎、あれ宮崎をもう一歩踏み込んで突きますとね、決まるんですよ。あ、行く、その旗は上がらず、面しかし旗上がらない、ちょっと長かったですけど、まあ、こんなに長いのは珍しいですね。5回ですからね。あ、行きました、旗3本。さあ今の最後決まったところを見ていただきましょう、はい、田島が突きに行きます、はい、それでこう握ってたとこ固定しましたね。ほんのちょっとした突きでした。左 A が赤です。そうですね、つばぜりは気をつけないとですね、はい、勝ってこの決勝に勝ち上がってきました。やめ
きが入ったが、左突きを見せたのが映画。が宮崎だからあれを映画がもう少し一歩踏み込んでれば、あれもう一歩踏み込まない監督ですね。それは2本目また同じような面ですね、はい、全く同じようなパターンで打たれましたですね。ここでここを気をつけなくちゃいけないですね。宮崎選手はああいうふうに宮崎優勝、この2連覇してかえって緊張したんじゃないでしょうか。さあ、その1本目の面ですね、はい、これ出ようとしたところですね、はい、乗りましたですね。今まで誰も成し得なかった1回戦は東京の出崎、3回戦は大阪の江藤、4回戦は北海道の海と対戦ですね。入りました。決まった瞬間をもう一度見てみることにしましょう、はい、ここですね、はい、見事に面が決まってますですね、変えながら、殺してですね、そして面出たということですね、はい、そうですね、はい、年齢も現在33歳、はい、油が乗り切っています。突きに行きました。顔から意表をつきました。背中の白が川原です。どうでしょう。時間ですね。さあ、ここで宮崎が勝ちました。一本勝ちですね。そうですね、はい、難しいんでしょうね、はい、宮崎選手は あそこから入るのが早いですから、ですからそれをどういうふうに出すかですね。また映画君はそれを出させないようにこの、やっておりますですね、はい、あ今どうかですね。あいいですね、また同じですね。もう一回払ってそれでまた押さえといて面ですね。思い切って面出ていくところですね、はい、はい、これ、2本目の選手が相手の竹刀を起こりを相手の竹刀なかなか思い切った技が出ませんですね。延長に入りました。しかし今年の大会からは延長の区切りがなくなりました。決着するまで試合は止まりません。両選手ともに有効打突はありません。面がどうか、不十分です。惜しかったですね。竹刀の先で当たったっていう感じですね。3人の審判のさあどうか、ね、白が2つ上がった、はい、攻めてきます。面開始後手って言うんです。これをですね、これを避けておいて、はい、小手を打って、小手を打った、はい、そうです、あはあ、はい、そうですね。白が2つ上がりました。原田君が目を打ってきたところはそういう日本の代表選手同士の対戦ということになります。優勝したら大変なことですね。剣道界では初めてですし、まして、2連勝ということが起こるんですね。さあ、それでは、はい、技の決まった場面をご覧いただきましょう。これも追い込んでいって、そうですね、はい、立ち上がりから非常に激しい。赤宮崎がやや足を痛めています。今ちょっと膝が当たったんじゃないかな。左の足でしょうか、はい、そうですね。あ、思い切りましたね。映画が一本を先取しました。角度の弱点でもあるようですね。そうですね、手元ちょっと浮きますからね。試合のうまさっていうのはこの辺から出てくるんじゃないかなと思いますね。小手は上がりません。ちょっとツバでしたね。あ、来ましたね、宮崎の面。そうですね、その隙がね
なかなかないんですね。ですから攻め込んで、ああどうですね、はい、面会指導。さあそれではその面会指導の場面です、はい、面を打ってくる、ここを市内で一旦押さえておいてから、はい、そうですね、思いっきり抜いていきました。そうですね、進出ですから宮崎兄弟の決勝戦。ヒロ君前ですから余して打つっていうのが、そこのところを余されないようにですね、攻撃する。面は宮崎兄、小手は宮崎兄、面は宮崎弟。さあそれではその面が決まった場面、お兄さんの宮崎正弘、赤の宮崎の方は、非常に昨日入った充実した勝負をしてくれる、はい、いい面ですね、宮崎の面です。さあ今の試合面を取ったシーンです。そうですね、堀ですね、出ようとするところしないを抑えながら思い切って面を出ていきましたね。白が宮崎、試合時間は間もなく9分になります。宮崎面、宮崎の面は1人旗が上がりましたけれども、あとの2人は決まっていないという判定ですので、そうですね、状態が上がったところですね、はい、非常にこの不安定な状態なんですね、それを下からこうやりましたから、下がりましたね。あれは宮崎が逆にですね、攻められてるんじゃなくて、あ、今の引き戸で宮崎勝ちます、はい、突きをこれ原田が狙いに行ったんですね、それはまあ届かない、それは余しといて小手ですね、はい、パンと小手を打ったわけですね、はい、江藤は初優勝を狙います。先に宮崎の方が行きましたね。そうですね、入って宮崎、いいですね、宮崎の決勝の1本、上背が10センチ違う江藤に対して決めた面、あ、見事でした、ね、見事ですね、はい、文句のない面です、はい、江藤はこれ急がなければ時間がありません。攻撃に入りましたね、残り30秒になります。もうほとんど手元の時計では時間がありません。ここで試合終了、この宮崎の注目、そしてこの準々決、優勝経験のある選手ですが2回戦で姿を消しました、うん、宮崎が取った、ここで映画君が無理して出ようとするところですね、そこをすかさず入っていったわけですね、映画君が無理して出ようとするところですね、そこをすかさず、注目の一戦がまず宮崎が選手、小手は小手、いいとこですね、手元の時計であと残り、小手はやめ、試合終了、神奈川県連覇に向けて、もう本当になかなかの思い切った技を出す選手ですから、非常に
手元の時計で残り20秒を切りましたが、旗を1本だけ、佐藤引き堂は当たっていません。佐藤光信大健闘です。素晴らしい試合です。高いですね。当たります。宮崎の引き目、ね、ははー、佐藤がちょっとこう、はい、気を緩めた瞬間でしょうかね、はい、ちょっと間を切ろうと思ったその瞬間ですね。非常に手元の時計でちょうど延長に入って7分を過ぎ、同じく福右、白が神奈川の宮崎。ここからです。江藤が前に出た。あっと宮崎の前、そんな印象もあったんですけれども、 そうですね、それを見事に打ち破って、はい、今年も宮崎健在ということを示しました。突きは宮崎の小手、実にあの宮崎君はうまいですね。宮崎の面です。素晴らしいところだったと思うんですが、惜しかったです。この宮崎の面はこれも不十分、旗が1本だけ。宮崎の小手ですね。宮崎の小手、はい、いい小手でしたね。宮崎準決勝進出です。そういうふうに思います。でもやはり年齢が37歳ですから、はい、手前白が宮崎、向こう側橘が赤。宮崎の面は不十分。旗は動きません。延長続きの手前白の宮崎の面です、ね、はい、見事。場内も何かそのまだ余韻。宮崎5年連続の決勝進出。その辺のこの攻防が非常に面白いですね。映画の面、そして宮崎の小手、宮崎の小手、小手、よし、小手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 、